はいどうも、ラビットです。今回はポケモン初代でミュウを捕まえる裏技を2つ紹介したいと思います。ただこれ危険なバグ技になりますので、もしやる際はね、自己責任でお願いします。じゃあまず早速1個目いってみましょう。これピカチュウバージョンではね、できないのでそこはご注意ください。準備としては手持ちのポケモンにバグってもいいような、どうでもいいポケモンをまず入れておきましょう。そして道具は一番上にマスターボールを置いといて、2番目に、売ることができない、アイテムを置いときます。そしてその上で、道具はね14個以上持っておくようにしましょう。これができたらですね、草むらにまずは行きます。で、おすすめはねこの玉虫シティの右側の草むらですね。でそこに入ったら道具の14番目にカーソル合わせます。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 ですね。ここでセレクト BB って押して、ここから、ポケモンとエンカウントします。はい、マンキー出てきましたね。で、ポケモンが出てきたら一旦ねこのポケモンっていうのを選んで、バグってもいいポケモンのところで A ボタンを押します。はい、そうするとね毒になってバグりましたね。そしたら戻ります。でパタパタくんの首もね吹っ飛んでるんですけど、気にせず逃げてください。そしてこれが完了したら玉虫デパートにね向かいます。はい、玉虫デパートに着きましたら2階に上がって、この店員さんから一マス開けたこの場所でですね、主人公のねプロフィールを見てすぐ閉じてください。でその後に店員さんに話しかけて売りに来たを選びます。でいろいろねブムキューテとか、サトシがね80人バッグの中に入ってたりするんですけど、まあ気にせずね、売っていきます。まずこれ一番上にマスターボールが来てる状態だとちょっとあれなんで、一番上に自転車が来るようにねカーソルを移動させた上でこのブムキューテを売ります。で BGM 止まるんですけど気にせず操作し続けて売っちゃいます。でそうすると僕何もしてないんですけど勝手に自転車を売ろうとして、お値段をつけるわけにはいきませんと断られちゃうんですね。そして、主人公がケコサシというね謎のアイコンになりましたらメニュー閉じます。そうするとねジムリーダー戦の BGM とともにミュウが出てくるんですけど、なぜかこれね、はい、釣り上げたミュウが飛びかかってきたっていうことで、なぜかミュウをね釣り上げたことになってます。でしかも主人公はねポケモンを出さず生身で戦いに入ります。で戦うとか選べないので道具を選ぶと勝手にね一番上のマスターボールをこれ何もしてないのに使われるんですよね。はい、でこれでミュウがゲットできるという感じですね。でしかもこの裏技のすごいところはこっからなんですよね。はい、これミュウゲットできましたね。そしたらまた同じところに行ってプロフィールを見ます。でもう一回店員さんに話しかけて、さっきと同じように自転車を一番上にした状態でブムキューテを売ります。はい、でそうするとねさっきと全く同じ流れになってまたミュウ出るんですよ。でもさっきマスターボール使っちゃったじゃないですか。出てきたところで捕まえられんのかって思うんですけど、実はねマスターボール減ってないんで、これでねミュウを何匹でも捕まえることができるっていうね、大量生産できるっていう、そんな裏技になっております。はい、ぜひね、試してみてください。はい、では2つ目いってみましょう。これはどのバージョンでもねできるみたいです。まず準備として手持ちにね空を飛ぶが使えるポケモンを入れておきます。でボールもね持っておきましょう。その状態で花田シティ上の、ゴールデンボールブリッジに行きます。そしたらそこから左側に行くんですね。そうするとここから一歩下に下がったところにトレーナーがいるんですけど、トレーナーに見つかる前に素早くねメニュー画面を開きます。はい、こんな感じですね。でここで、空を飛ぶを選択して、花田シティに飛びましょう。そうすると見つかるんですけど空飛べます。はい、これ結構ねタイミングがシビアなので何回かトライしてみてください。でそしたらまたねゴールデンボールブリッジの方に向かうんですけど、これねメニューが開けなくて自転車も乗れないので、歩いて
移動していきます。はい、そしたらですね、ゴールデンボールブリッジ渡ったら右側に行きましょう。で、右側に行って、この辺にね、短パン小僧がいるんですよ。この短パン小僧ですね、こいつです。で、こいつと戦うんですけど、1マス以上こう距離を空けとかないとフリーズしちゃうので、1マス以上空けた状態で戦闘に入っていきます。はい、で、こいつがね、ヤドンを出してくるんですけど、まあ、このヤドンの、特殊の数値に対応して、ミュウが後ほど出てくるらしいです。まあ、ちょっと詳しいことはね、各自調べてみてください。まあ、これ倒しても負けてもいいみたいなんですけど、とりあえず倒しちゃいますね。はい、倒しました。そしたらですね、ここの状態で一回空を飛びます。で、もう一回花田に飛びましょう。はい、飛んだらまたね、ゴールデンボールブリッジに、行きます。で、ゴールデンボールブリッジに入った瞬間にね、勝手にメニューが開くんですよ。はい、開きました。これ僕何もしてないですよ。で、左上にね、なんか陸地と海の狭間に人が立ってますけど、まあ、気にせずこれね、メニュー閉じます。そうすると、急にね、ポケモンとの戦闘が始まって、ミュウが出てくると。はい、今度はね、釣り上げたミュウじゃなくて普通に野生のミュウですね。で、レベルも7と。はい、で、ここで、まあ、マスターボールを使うことによって、捕まえられるといった感じになってますね。まあ、注意点としては、ゴールデンボールブリッジ左の、トレーナーだったりとか、あとは、短パン小僧とか、あのトレーナーとかと、戦闘済みになってしまうと、ちょっとやりづらかったりもしますね。まあ、別にあの2人のトレーナーじゃなくてもできるっちゃできるんですけど、まあ、ちょっとめんどくさくなっちゃうので、できればね、あの2人を、残した状態でやることをおすすめします。はい、ということで今回はミュウを捕まえる裏技を2つご紹介しましたが、いかがだったでしょうか。以前にね、コイキングをミュウに変える裏技っていう動画も、出したので、まあ、もし興味があればそちらも合わせてご覧ください。面白かったよという場合はね、グッドボタンぜひお願いいたします。ではでは、またお会いしましょう。さよならビット、またね。こちらポケモンを出さずにね、生身で戦闘になるんですけど、戦うもね、選べないし、逃げるは選べんのか。逃げれましたね、逃げれた。